中地何中地中地またあれバカいやいやいやあれ中地あごバカないね中地がどうしたあのバカあのバカバカ中地バカロングロングアゴ、ね、いやそれ昔昔中地中地アゴでかちロングロングアゴいやそれ昔昔俺が一番好きな鉄板のやつなんです、うん、中地さ酔うさ酔っ払いさ、まあ、お酒よく飲んで酔っ払うよね酔っ払いさねであいつの悪いところ電話してくるさまあ確かに確かに電話してくるね電話してくるくせに、うん、もうひどくなって次はビデオ通話になってるさあーするねで夜中3時にあのバカ、うんかかってきよったのあ最近来ましたねした僕のところに来ましたはいで、もうこ電話してただしゃなんか隣に誰かいるわけよはいはい、はい、彼女さんからなんか見てるわけよ2人でなんか、はいはい、これで電話したところで電話して解散するみたいな話を言いよったわけよ、はい、ドッキリでね、うん、解散する構るみたいな、はいはい、もう俺分かるさそういうのって大体、うん、もう感づく人だから、はいはいあこれで俺が熱い話したところでなんか面白くないし、うん、俺熱い話したくない人だから、うん、もうふざけないといけないなビデオ通話にしてほしいって言われて、うん、ちょっと待っといてって俺オナニーしてる途中だけどオナニー切り上げてからもうその状況見せれやムカつかん でそれでいや分からんさ違う違うムカつかんオナニーしてる途中に解散の話してもう一応解散しろやバーカ取るんだ電話オナニーしてる時にいやオナニーしながら見たいもう分からん行きそうだったけど一応なんか事故か何か取るな電話はその時に事故かもしれんやしいやなわけあるかチンコ動かしながら何チンコ動かすなじゃあ心配するならいや分からんさで解散するって言うからもう解散するって言ったら泣えるさもうすぐ本に当てるクソやと思いながらでそれでもうしょうがないなビデオ通話しないといけないみたいなちょっと怒ったくだりやった、うん、なんだっけお前っつって俺マジ解散するとか許さんよっつって、うん、ちょっと怒りともう怒りすぎてて俺顔見せたくないけど見せるねって言った時俺がもう落書きした顔見せたから、うん、大爆笑よそこからもうおふざけ始まりなんだわそれ何の話それおふざけ俺がもう小道具俺いっぱいあるじゃん部屋、うん、道具いっぱいやって、うん、もう彼女大爆笑よ、うん、何の話だからこれは大爆笑何の話で俺また来るかなと思って待ってたら来なかったっていう話、うん、一生懸命準備してたんだけど、ねうん、全然来なかったよなんでそこにすぐ行かんかったなんで大ふざけ伸ばした話で大ふざけ大ふざけが多かったせいで最後のオチがめちゃくちゃ弱かったわだから今日何も考えてんってば大変なのよもう最後に行けだったらもう行けっていうのはこの行くっていうことだから画面に向かって精子ぶっかけれお前みたいなことしないわ俺やったことないわえオナニー中に電話来ても取らんしなあと俺松健さんで行ったことあるからねいやけいい、ね、先輩の電話は大事さいや取るないや取らないといけないぜ一応何かやってるからオナニーしてる時っていやいや俺頑張って行きまするわオナニーしてるって大体夜でしょ夜中でしょ夜中にオナニーしてるときに電話来るって夜中に電話するのが一番もうサビオやだからいやいやいやもういい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 我慢しぐってこれってもしもしあもしもしああいいいいもう何も入ってこないわもう何も聞こえないあるよねたまにそういうないわないわオナニーしてるとき電話取るな一生これからってしまうよ夜中だろ大体なあよ中地のあの電話はやめてほしいよねいや俺はだから切ってお前しょっちゅう来るでしょ、うん、お前が一番来るでしょ、うん、俺だから取らないよもう絶対でも多分もう俺来ないはずいや来るだろそんな面白いことしてたらじゃあなんか怖いさ中地だってあいつうざいのにあいつが寄って電話してきてめっちゃ熱い話するくせに次の日全部忘れてるからねうざいなマジでうざいから熱い話めっちゃ腹立つよ
酔ってなんか電話してきてからなんか俺らでちょっとライブ立ち上げみたいな話までしたわけよ、うんうん、でいついつまでにみたいなで俺がここまでやっとくからみたいなお前はこうこうやってみたいな話までして一応今一個も動いてないからねさすがだな、うん、さすがだな。もう俺はだからもう決めた、うん、深夜もう日付変わったと時点であいつが電話来たら絶対取らん。そうだよな、決めたもんもう絶対取らん。中地の電話うざい、怖い、うん、俺は怖い、もう絶対取らん本当に、あいつうざいもん本当に。だからさ、もう深夜3時ぐらいに電話来てから、3時半ぐらいかな電話来て、それで一回起きるさ、うん、もう腹立ったよねめちゃくちゃ腹立つよな、めちゃくちゃ腹立ったよね、あそこまでやられたらな。でそのままもう電源消して寝た消すまで行ったんだ、うん、相当やろ、何回か来るかもって思ったから。いや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 、もうかまるキモい本当に。三宅健、三宅健に関してはよ、あいつ返事返さんばよな、三宅健もそうだな、連絡送ってもなんかその確認の連絡とか送っても、うん、そうだね、マジで腹立つもん。これだからかまる嫌いなんだよおい聞いてるか、お願いします、ぜひお願いします、刀持ってるんでね、うん、できればあの蝶ぐらいまで出してもらって、かまるわな、もう、うん、本当に腹立つわ、腹立つよな。だからバイアスロンも落ちるんだよあいつらは俺は言ってないよそれは、だからよ、俺は言ってない、それは俺は言ってない俺は そんなことは言わ、本当に俺は言わまあね、もうめちゃくちゃ腹立った、腹立つよな、深夜3時過ぎよ、そうだよ、電話で俺次の日オープン早いんだよな、もう朝8時出勤とか、もうその場にナイフがあった、俺もう携帯ぶっ刺してたかもしれない、大変だな、うん、危ない危ない、本当にもうなんかカマルはそういうやつらなんで皆さん覚えておいてくださいえでもいいとこもありますよちゃんと、うん、ないやっしゃあのエッジでもないわよ、違うちょっとあの急だから思い出せないだけ、いいとこあるはずないよ、やあるある、多分あるのか、いいとこあるよほら、あるみやけんがコーナーでお肉プレゼントしてくれるってことになってるけど、あれでもそういえば忘れてるのあいつ、ダメやっしゃダメやっしゃ、もう完全ダメやっしゃ、いや、いあるよ、なんかいいところ絶対探したらなんかいいとこあるよ絶対、もういい俺があれ なんだっけ、本当に3年2、3年前に、2年前ぐらいかな、三宅がハイアップロ入って、うん、衣装がダサいってなって、うん、ハンズボン俺が貸してあげたわけよ、うん、なんか確かあのなんかヤシの木とか書いたら可愛い感じのハンズボンね、いま、うん、だに帰ってこないな、ダメやしや大ダメやし、間違えた間違えた、いいとこ、あーいいとこ、ほらほら、中地にいいとこだった、そういえば、はいはいはい、あいつさ、例えば俺が誕生日とかだったらさ、はい、ここではあーおめでとうございますってさらって流すんだけど、家に着いた頃を見越してキャンさんいつもお疲れ様です、お世話になっております、誕生日だったんですねって本当におめでとうございますっていうすごい丁寧なメッセージくれるわけ、おいいやつやし、めっちゃいいやつやし、でもこれ女の子にいっぱいやってんだろうなと思って、ダメなやつでした結局ダメなやつでした、 ちなみにですけどやってますやってます、いろんな女の子に、三宅、いや中地、中地、中地、うん、あ中地はやってるよ、そうやってワンチャン狙ってます、え俺もワンチャン狙われてるってこと、キャンさんもしかしたら狙われてます、ある可能性がある、もうあなた気をつけていけない、ちょっと本当に気をつけても、中地はもう穴があればいいと思ってるんだあいつは、ちょっと怖いな、気をつけてください、怖い、そうだな、そこは穴で所長しっかり守ってもらって、そうそうそう、ちゃんと危ない、 あいつは危ないあいつらは、はい、気をつけてください、かまるがダメなコンビでした、かまるはダメです、かまるの文句いっぱい出てくるよ多分、だ今度じゃあカマルのいいとこを見つけようっていうコーナーでもやりましょうか、2分で終わっちゃうあと全部曲曲と CM 終わり、よっと2分で終わっちゃう、よっと2分も持たん、2分も持たんか、うん、1分ぐらいで十分だと思います
まあな、いいとこ。はい、そんなカマル皆さん応援してあげてください。よろしくお願いいたします。小室ゆるさんからコメント来てましたね。なんで先週浴衣ウィークでしたけども、うん、カイリさんは浴衣着てましたっけ。帰り来てなかったよな。あれゲーム配信で来れなかったんだよな。配信が入っちゃって来れなくなっちゃったんで、うんうんうん、でも俺めちゃくちゃ友達に聞いて回った。一応本当はやる予定だったんで、ね、持ってっちゃう。だから俺も来たかったのよ。はいはいはい、どうせなの、ね、もう本当に。だって俺いつぶり、本当に小学生ぶりぐらい。そうだよ、だって着る機会あんまない。そうそうそう。ああ、リョウトの写真が今バカボンみたいじゃん俺。ちょっとなんかバカボンやし俺。いやでも可愛いんじゃない、撮ってもバカボンやし俺。おバカもんだよ俺。うるさいな。あーいいですね、とっても。やっぱだからね、そうだ、こうやってキャンさんがうまく撮ってくれるからさ、この人すごいね。だからちょっと俺もちょっとやりたかった。おーすげー、はい、これやる、東京リベンジャーズ、やりたい、めっちゃ全部そらんできんやん。あーそっか、ちょっと考えさせて。そらないといけないから、うん、あ、違う違う、そういうことじゃないんだや、あのできるできないじゃなくて、やるかやらないかを考えさせてほしいんだ。違う違う、だからできるできないじゃなくて、やるかやらないかをまず考えさせてほしい。違う違う違う、だから丁寧に。さすがだ、ドラケンキャンだ。そうそうそう、俺はだからマイキーにならないといけない、どっちかって言えば。お前マイキー伸ばさんといけんやしや、伸ばし、お、めっちゃ伸ばしてるよ。そうだな、あ、早く東京リベンジャーズ見に行きたいね。ケンチン、グラを捕まえて強烈なパンチを。そんなドスの弾いて、具志堅用高出てきた。具志堅用高が出てきた。タケミッチ、あ、ほんとだ、タケミッチって誰、ね、主人公だから俺も思ったっけ。もうちょい痩せたら、もうちょい痩せたら。痩せてるだろ。ちょ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 ダメー、ちょ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 ヤンキー A、 いないいない、そんなやつヤンキー A、 いないばよそんなやつ本当にもう、はい、俺東京リベンジャーズ俺もう出てみたい。俺もマイキーやりたい。いやマイキーはできないよお前は。マイキーじゃないよ。俺もちょっとやろうかな、もうちょっと痩せないといけないね。もうちょっと痩せたら。でも俺結構痩せたんだ。うん、そうそうそう、痩せたけど。でもちょっとまだ腹が出てるわそうそうそう、腹出てないからね、竹道くんは。ガリガリだよ、めっちゃ。あれはアニメですからね。あれアニメですか。違う違う違う、あのごめんごめんごめんごめ ん、 ごめん。何になりたいのじゃお前は。アニメに寄せないとさ。そっかそっか。お前、じゃあ何がしたいの。何になりたいんですかって話ですよね。うん、そうだってアニメ出てるの、それアニメだから痩せてるよ。そうだね。そこに寄せないの。寄せないというよりは、そうだね。ごめんね。現実もだからアニメに寄せないとって話よね。俺ちょっともうちょい頑張るわ。頑張って。いやでも俺結構痩せてよ。50今4だからさ、うん。でもだって現役に比べたらまだ太ってるでしょ、だから。いやーでも現役痩せすぎた、もうやばいさ、ヤンキーみたいなさ。だからあと 1. 何キロか。もっと筋肉をつけた方がいいと思うんだ。そうだね。だからそのシュッてした方がいいんだよね。筋肉をちょっとつけて、うん、ちょっとでも。カラーズの時にちょっと痩せれててよかったなと。あー、まあ、確かにね、うん、見栄えは良かったと思う、うん、すごく良かったと思う。いやいいと思います。やっぱ女の子の前ではかっこいいジム見したいですからね。うん、うん、舐められてましたけど、結構舐められてましたんだ。はい、あのリホちゃんにも舐められてましたけど、すごい怒られそうなんで、あのバカにされてたんですけど。よかったよかった。怒られそう。よかった。俺村田さんに怒られたら嫌だから。よかったわ。早く、俺もよかったと思った今。今のはいい判断だった。今のはとってもいい判断だった。俺村田さんとは仲良くしていきたいと思った、うん。今のはとってもいい判断だったよ。とよかった今の。ずっとお仕事の絆を深めていきたいな、うん。よかったよかった。今のはね、すごくいい判断。よかったよ、ね、うん。よかったよかった。今の、お前上手だった今の。上手だった。腕上げたな。腕上げて。うん、それバントサイン。いやバントやっちゃダメだよ。バントやっちゃダメなのよ、サインで。ダメなのよそれは。あれ最近漫才もさ、ほらよく、あたし小ジャミサコっていうやつ、うん、隣同士あなたとあたし小ジャミサコの漫才やったら1位になりました。うん、圧倒的圧倒的1位でしたね。1位になったね。よかった、あれ面白かったもん。よかった、素晴らしい。
最近はだからネタの調子がめちゃくちゃいいですね、なんか。音楽かけた方があれなんだ、生まれるのか。そういうことなんか俺はネタ、こいつのネタはわからないんだけど、俺がやる考えるネタって全部音楽作るやつだから、なんか曲からね、そう、なんか洋楽とか聴いてから俺 PV 作るわけよ、一回。あれもそうだったもんな。そう、あれも PV 自分の中で作ったわけよね。だから俺今洋楽でこう、あれきんぴらの森光さんも一緒だっけさ、そうなんだ、スタイルが、はい、あの人も音楽聴いてからネタ浮かんだり、こんな感じのあれシチュエーションだな、今の英語だから分からんさ、うん、でも多分こんななんだろうなって。だから、はいはいはい、森光さんはこうしてるわけさ。だから 俺もよく音楽聴いて、だって俺多分言葉のチョイスとか書くの得意じゃないから。まあそうだね、俺はもう音楽でやるしかないから、うん、やろうとしてるのがあるじゃん、はい、うん、あれのバージョンじゃなくて、ここでやるバージョンで これを作ってほしい。やりましょう。やるんだ。やりましょう。ちょっとここでだったらできるし、ここでだったら全然大丈夫。あのこう法がないラジオですからね。だからなんかね、著作権ぐらいだもんな。そうだな、法でクリアしないといけないもんな。ジャスラックが怖いんだよな、今な。俺たちがだからそう、最近ネタ俺もちょっと一応書くようにはできないんですけど、全然。まあでも圧倒的に書き方が違うからね、うん、多分ジャンルは一緒かもしれないけど。そうだね、書き方違うね、うん、全然。俺は本当にもう急にパッて浮かぶから。あ、俺もだよ。あ、違う、だからその歌とかそういうのからのあれは一切ないわけ俺。そういうんじゃなくて、歩いてたら急にパッって浮かんだりとか、仕事してたら急にパッて浮かんだりとか。俺さ本当にいきなりなのよ。俺もう今日生まれるっていう瞬間が分かるわけさ、うん、ああ俺もうない、そういうのが。あ、出そうってなって、うんちみたいな感じ。うんち、おい、出したことないから。え、アイドルと一緒だから。え、お前うんちしないから分からん。え、アリ地獄ってこと。うんちはやったことないから分からない。アリ地獄ってこと。アリ地獄って何。いや、なんかアリがあの砂の中にバーッと落ちてて食べる虫がいるさ。うん、アリ地獄うんちしないらしいよ。あ、そうなの。うん、はい、分かりづら。成虫になって外に出てやっと。お前分かりづれよそれ。成虫になったらだからあのカゲロウっていう虫になるんだけど、うんうんうん、それになってやっと排泄物するってなんか言ってた。びっくりした、どういうことだばって思って。なんか虫の本で読んだ気がする確か。頭いい。うん、多分そんな感じだったと思う。そんな虫もいるんだね。アリ地獄。アリ地獄。アリ地獄めっちゃ好きだったからさ。なんで好きだった？本当だ。ですよね。説があるって。そう。すごいね。そう。俺虫の本とかめっちゃ持ってたの。お前めっちゃ好きなんだな。昔。俺虫好きだったからお母さんに虫図鑑みたいなとかいっぱい買ってもらって。昆虫図鑑とかさ。アリ地獄の幼虫期は肛門がほぼ閉じており、成虫になる羽化時に溜め込んだ糞、をまとめて出すということで、ほら、あの羽化時まで排泄しないと記入 されることも多い。ほら、例えとして正解です。正解だけ分からんよ。アリ地獄ってなるから。あの、それはですね、説明しないといけないだろ。そうめんどくせえよ。確か成虫になったらカゲロウみたいな感じになるんですよね。確かなんかみんながよく見る大きいカーみたいな。いいよもう、いい。あれがカゲロウっていう。カゲロウっていうやつね。だからネタはだパッて浮かぶんでしょ。そう、ネタは本当に急に、うん、急に浮かぶ。とってもすごいやん。だってもう場所問わない本当に。うーん、急にどっかでパッて浮かんで、あ、これ面白いみたいな。はあ、俺はなんかそうだね、書こうと思って書いたことあんまりないんだよな。だからそっか。あ、メッセージが来てますね。あ、ナナちゃんから。はい。カリさん、リョウトさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ナナです。こんばんは、ありがとう。我々バイアスロン準決勝進出おめでとうございます。うん、バイアスロン出れることを願ってます。さて、話は変わりますが、実は私、妄想ネタを考えることにハマっています。なので、うん、妄想ネタを送らせていただきます。おテーマ、久しぶりに会った人。カリさん、リョウトさん、お久しぶりです。ラジオネーム、ナナ。私、お話できるようになったんです。え、声が可愛い。めっちゃ嬉しいです。テレということで、こんなことが現実に起こるってことを願ってますテレということで。いいね。ネタではなかったな。妄想だ。妄想でしたね。ただネタじゃなかったな。
妄想だった、ね、びっくりした、ね、いいですね、妄想大事だ、いや、大事、いや俺毎日妄想してますからね、もうそれ言ったら、ええ、ちょっとそれエッチなことじゃないよ、エッチなの、おお、妄想だけに、やばい、触れてしまったさっきまで頑張って触れないようにしてたのについに触れてしまった。だからもう格ゲーでいったらめっちゃ下打ってくるからしゃがんじゃったけど中段打たれてコンボに入っちゃったみたいなやつだ。うわー、こういうとこあるから勝てなくなっちゃうんだよな、ゲームでも。下段ばっか打ってくる相手にやばい、次も下段だ、しゃがむってしゃがんだら中段打たれてやられるっていうね、それと同じパターンのやつだこれ。俺もやるんだよな、よく。お前が頑張らんと、下段下段、はい、しゃがむ中段ってやるんだよな俺も。だけど相手にもやられるわ。いいよもうゲームの話は分からんからよ。そうなるとやっぱりね、ちょっと大変ではあるけど、もうゴブゴブの戦いになっちゃうんですよね、うんうん、じゃあ今ゴブゴブですよキャンさんと。もうごめん、頭俺笑ってないわけよ本当に。いやー悔しいな、ちょっと。ゴブゴブのピストル、よしやばいな、もう俺も今のはガードできた、ガードできたな、今のはガードできた、よかったよかった、危ねこれはあれですか、 いわゆる反則行為ってやつです。反則行為をやってくる可能性があるんで、うん、あ、殿下の宝刀、殿下の宝刀です。ケースを持ってきよってよ、これはいつも出てくるやつですね。ゴブゴブのピストル、おただのピストルでした。あー怖い、音だけでも怖い、ちゃんと触れちゃった、うん、今日はね、ごめんなさい、もう頭が回ってないです、今日。いや、いつもよ。いや、今日は一番もう、え、でもあんまり変わってないよ。変わってない、あ、そうなの、うん、でこちょほら全然大丈夫、うん、ゴーさん反射ということでね。明日頑張りますよね、明日頑張って。アクセラレーターらしいですよ。でこぼこ頑張ろう明日ネタ、ただやりたいってだけなんだけどね、うん、まあ僕らの事務所からもね5人、5組ぐらいですか、通ってますからね。通ってますからね。オードブルとキンピラとわさびとチネンダさんとミッチーさんか、まあまあまあ全員、まあ、同じ事務所でもありながらライバルでもありますから、まあ全員ボコボコにしてやりますよ。頑張ります、よろしくお願いいたします。もう今回は俺らが取ります、頑張ります。ということでもうエンディングの時間ですかね。はい、エンディング来ました。まあとりあえず、まあバイアスロン応援してほしいですね一旦ね、うん。そっか、でも結構県外で人が多いからあんまりテレビでは見れないのかもしれないね。わからないかもしれないけどね、報告できたら、ね、ああそう、報告がね、いつだっけ19日だっけ、うん、お笑い劇場土曜日、今週、来週、今週17日か、今週だよ17日だ、うん、17日土曜日にね、お笑い劇場無料配信で行われることになりましたんで、はい、僕らのね、あの小島美佐子のネタもそこでやると思いますんで、もし気になる方はぜひ、ね、見てください、はい、投票面白かった人にお願いいたします。無料で YouTube チャンネル FEC でね、17日の、はい、無料で19時、ね、うん、19時だっけ確か、だったと思う、19時か20時か、まあそんぐらいの時間にやると思いますんで、うん、パトカーが通っております。大変、ここら辺よくね、だからな、よく通りますから大変だね、うん、ということで、まああと20秒ぐらいですか、うん、20秒30秒ぐらいなんですけれども、うん、とりあえず、あ、ヒカさんのバイアスロンじゃなくてバイアスロンですね。俺も間違えます、バイアス、バイアスになっちゃってます、ね、偏りになっちゃってんで、分かる分かる、偏りの論みたいになっちゃうんでそれは。はい、今日頑張ってます。頑張ってはないですよ。ということで、また来週もお聞きください。はい、お相手はデコボットラーメンのカリト、ギョーザでした。また来週。バイバイ。まあとりあえず決勝まで行きましょう。行きましょう。バイアス。皆さんありがとうございました。皆さん、あとはね、とりあえずあと明日に向けて僕らはまたここからネタをね、最終調整に入って、そして。決勝まで行くつもりなんで、よかったら審査員にデコボコが面白いってバイアスがかかったらいいね。おお、素晴らしいバイアス論です、それが。頑張ります、バイアスかけてきます。じゃあ、すいません、お疲れ様でした。じゃあ、また皆さん来週もお聞きください。来週
いつ結果分かるんかな。ああ、来週までは分からんす。あ、じゃあ来週とかにはね、またいい報告ができたらいいなと思いますんで、はい、よかったら来週も聞いてください。ありがとうございました。バイビロー。バイバイ。